部附属小学校は、佐賀県佐賀市城内二丁目にある国立小学校。佐賀大学教育学部の附属学校。学部名の解消により、一九百九十六年以来、二十年ぶりに佐賀大学教育学部附属小学校の名称に戻った。一学年の定員は百二十名で、各学年は三クラスである。一転、二年の教室は一回、三転、四年の。 教室は2階、5.6年の教室は3階に、それぞれある。ただし2012年度からの35人、学級体制に伴い2012年度以降の定員は105人となった。建物は、教室のある棟と職員室や特別教室のある管理棟、また旧特別支援学校の校舎であった北校舎に大きく分けられる。教育目標は、心も体も、たくましい。 自ら学ぼうとする子供を育てる佐賀大学との連携を重視し毎年教育実習が行われている。修学旅行では維新から学べとして例年2泊3日で山口県へ行く。だが2016年以降は長崎に行くことに決まった。平成25年度から行事の円滑な実施や児童の志の実現を目的とし、 佐賀大学文化教育学部付属中学校をモデルに児童会が設立されることとなった。佐賀県内の小学校では唯一入学試験が行われる。転出などで定員が満たされなくなった場合は編入試験が行われることがある。原則として佐賀大学教育学部付属中学校に入学する。これは付属中学校との連携した教育を行うためである。 2006年度以降は、付属小学校の児童が付属中学校以外の中学校を受験する場合は、付属中学校の入学試験で外部生として受験できた。校区は広く、東は福岡県大川市や神崎市、南は有明海沿岸、北は大和町、西は小木市まで、多くの児童がバスで通学する。佐賀県庁、佐賀県立博物館、 美術館、佐賀大学文化教育学部附属中学校、佐賀県立佐賀西高等学校、佐賀城移行佐賀市営バス、西鉄バス、佐賀城席バス停、下車150メートル。ありがとうございます。